こんにちは、皆さん。今日は6月24日に起こった歴史的な出来事を紹介します。この日には意外なエピソードや知っておくべき重要な出来事がたくさんあります。歴史の中でどんなことが起こったのか、一緒に楽しく学んでいきましょう。今日は特に注目すべき5つの歴史的出来事をお届けします。1497年、ジョン・カボットが北アメリカ大陸に到達。1497年6月24日、ジョン・カボットがバイキング以降ヨーロッパ人で初めて北アメリカ大陸に到達しました。これは新しい世界の発見として大きな意味を持ち、その後のヨーロッパ人による北アメリカ探検や植民地化につながりました。当時の社会背景や人々の反応は非常に興味深く、カボットの探検は新しい貿易ルートの開拓にも大きな影響を与えました。1813年、ビーバーダムズの戦い。1813年6月24日、英英戦争の一環として行われたビーバーダムズの戦いでは、アメリカ軍がカナダの先住民とイギリス軍に敗北しました。この戦いはカナダの歴史において重要な出来事であり、先住民の協力と戦略がアメリカ軍に対する勝利を導いたのです。現在のカナダにおける先住民の地位や影響を考える上でこの出来事は重要です。1839年、蛮社の獄。1839年6月24日、渡辺崋山や高野長英らが逮捕される蛮社の獄が起こりました。これは江戸時代後期の日本で海外情報を研究する者たちが弾圧された事件です。幕府の鎖国政策と国際的な圧力の間で日本がどのように対応したかが分かります。これにより日本の開国への道が徐々に開かれました。聖書聖カタギが刊行。1885年6月24日、坪内逍遥の小説「当聖書聖カタギ」が刊行されました。この作品は当時の日本の知識人や学生の生活を描いたもので、日本文学史において重要な位置を占めています。逍遥の作品は日本の近代文学の礎を築き、後の文学者たちに大きな影響を与えました。1939年、タイの国号変更。1939年6月24日、シャムがタイに国号を変更しました。この立憲革命によりタイは絶対王政から立憲君主制へと移行し、現代のタイの政治体制の基盤が築かれました。この変革はタイの近代化と国際社会での地位向上に大きな役割を果たしました。さてここでクイズです。今日の内容を復習してみましょう。第1問、ジョン・カボットが到達したのはどの大陸でしょうか。 A. アジア、 B. アフリカ、 C. 北アメリカ。答えは C. の北アメリカです。カボットの到達は新しい世界の発見として歴史に名を刻みました。第2問、1939年に国号を変更した国はどこでしょうか。 A. シャム、 B. 日本、 C. インド。答えは A のシャムです。シャムはタイに国号を変更し、立憲君主制への移行が始まりました。今回は6月24日に起こった歴史的な出来事について紹介しました。歴史に触れることで私たちの現在がどのように形作られてきたかを理解する手助けになれば幸いです。興味深いエピソードを通じて歴史に対する興味を深めてもらえたら嬉しいです。動画が面白かったらぜひチャンネル登録といいねをお願いします。またコメント欄でご意見やご感想をお聞かせください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。